愛着障害が疑われる子どもへの対応ってことで、愛着形成ができているキーパーソンを1人決めるって、1対1対応をする行うですね。なぜかというと、この愛着の形成には最初にお伝えした特定の人に対する情緒的絆なんですね。だから特定の人に対してなので、親と子の関係性じゃなくて、この人信頼できそうっていう人と子供をくっつけるってこともできていくんですね。なので必ずしもこの愛着形成が育まれるのが親だけかって言ったらそうじゃないので、こういうキーパーソンを一人決めてから対応していくのも方法としてあるよっていうふうに言われてます。だからこの愛着障害が疑われるお子さんってどんな感じかっていうと、すごく試したりするんですね。大人を試す、この人は本当に私のことを愛してくれるのかみたいな感じで、こう試し行動があったり、すごく逆にこの甘えてきたり、すごくムラがあるっていうのがすごく特徴的です。で、2つ目、感情学習を行うっていうので、行動、認知、感情に関する質問をしていったらいいですね。何かって言ったら、何があったのっていう行動をね、聞いてあげたり、何に気づき、認知の部分では、どうしてそう思ったの、これ僕よく使います。どうしてそう思ったのって。そしたら、メタ認知っていうんですけど、まあこれは客観的に自分のことを見るっていうふうに捉えてください。メタ認知っていう自分のことを客観的に見ることが、お子さんはまだまだ、育まれてないんですね、力が。で、特に発達障害とか、それから愛着の問題を持っているお子さんたちっていうのは、認知面が歪んできちゃったりするので、どうしてそう思ったのっていうふうに聞くっていうのはすごく有効的です。そもそもどういう気持ちなのかっていうのが言葉で出ないお子さんがたくさんいるので、で、そこで整理してあげるっていうのが必要ですね。で、どんな気持ちになったのか、かっこ感情、言ってみてどんな気持ちとか、今どんな気持ちなの教えてとかっていうことで、この愛着障害が疑われる声の対応のベースとして、挙げられています。で、3つ目に教えて褒めるですね。あなたはここにいていいんだよっていうことをまず知ってもらいたいので、教えて褒める。教えて褒めるってめちゃくちゃ重要で、僕学校の先生してたんで、すごい学校の例を挙げるんですけど、なんか 体育の時とか集合して並んで整列して体操するとか、どこかに、例えば運動場から学校に戻るとかっていうことをするんですけど、教えて褒めることしなかったらどういう風になるかって言ったら、なんでできないのとか、こういう風に言ったでしょっていう結果にアプローチするんですよね。でも教えて褒めるって、その前の性の強化っていうんですけど、やってほしい行動をたくさん経験させて、それで自然とできるようになるっていうプロセスがあるんですけど、この性の強化をどん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 していくことにつながります、教えて褒めるっていうのが。だから今さっき言った例で、大声を上げて学校の先生が来るのを待っているようなお子さんであったら、SOS、 自分が助けてほしい時には声かけ、先生来てくださいって言うんだよ、ちょっとやってみようか、先生来てください、おお、そう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 、そういう風に言うんだよ、じゃあ今度もね、ちょっとやってみようねって言って、その性の強化、それをやったら人が来てくれるんだ、それをやったらいいんだっていうのを、強化させていくんですね。まあでもそうは言ってもやっぱこう子供なので、まだまだ自分でそういう自己主張ができるかって言ったらそうじゃないお子さんもいるので、まあ、これはね、長い目で見るものだなっていうふうには僕は思いますけど、でも教えて褒めるっていうことをベースにすれば、すごくね、関係性も良くなるし、無駄に怒ることがなくなります。なので僕はすごくおすすめだし、僕もすごく使ってます。で、僕が体験した、体験談、応用行動分析が効果がなかったお子さんの話を最後にしたいんですけど、放課後等デイサービスにいるときに、まあ、今までよりもたくさんのデコボコちゃんを見てきて、その時に学校だったら長い時間一人のお子さんにどっぷりって感じなんですけど、放課後等デイサービスだったらたくさんのお子さんに浅く広くって感じ、
で、その僕応用行動分析できなかったお子さんはその消去でやってみたんですね。例えば、なんか机とかあるんですけど、テーブルとかがあってそこに上がってなんかもうジャンプしてるってめっちゃ危ないじゃないですか。だからそれをね、最初は先生たち止めようとしてたし、それを僕やったし、で消去もやったけど全然効果なかったんですね。で、この米沢先生の本に行きつ、本というか、米沢先生のその愛着障害というところに行き着いて、あ、愛着障害の問題なのかなっていうことに気がついて、だから愛着障害、愛着の問題を抱えている子には、消去は通用しないというか、応用行動分析よりも、その子との信頼関係とかっていうのを育んで、いや、それやめようね、みたいなことを言った方が入りやすい。だからこそキーパーソンを一人決めてっていうのはそういうとこなんじゃないかなと思うんですね。だから応用行動分析が万能かって言ったら万能じゃないし、発達障害のお子さんたちにはもちろん、あ、すごくいいその視点で見ることができるけど、そうじゃない、そうだな、その愛着障害のお子さんたちには不向き、逆にそのもう行動がエスカレートしてしまって消去沸騰なんてもう言わずにもうずっとそういう行動しとっちゃうみたいなことがあるので、まあそういう、まあ豊かさとは選択肢の多さって僕のメンター言ってるんですけど、まあそういう見方もできれば応用行動分析も使えればもう普通の係もできるっていう選択肢の多さが豊かさなので、この世界は。なので、まあそういうのも頭に入れておいたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。YouTube を最後まで見てくださってありがとうございます。河津先生です。ご質問やご感想がある方は公式 LINE よりよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。またね。